今日からセコマで購入したものを記録していこうと思っています。本日は2022年5月11日水曜日です。セコマブランドの北海道チョコクッキーバー、北海道バニラバー、それぞれ70円ずつです。次はコスパ20丸たっぷり野菜サラダ118円、北海道産ポテトのコロッケ2個入り118円、ラスクメープル味93円、シュガー、キャラメル、メープル、ガーリックの4つの味があって、一番メープルが好きです。ホットシェフの新商品、初めて見たので買ってみました。梅ひじきおむすび120円。そして今日の目玉です。セコマの卵10個入り158円、水曜日で割引でペコマカードを提示して会員カード割引されて、さらに20円安くなって、138円でした。本日のセコマ、これが今日買ったものです。合計が税込みで860円になります。本日のセコマは以上です。2022年5月12日今日のセコマです。冷たいカップそば150円、具のないそばです。サーモンと芋のバジルサラダ170円、これ初めて買ったので味がまだわからないですけど美味しそう。セコマ100円パスタのカルボナーラとペペロンチーノです。それぞれ118円、いつも通りダンゴムシ3セットです。これセコマブランドのバーベキュースナック100円が、会員カード値引きでマイナス11円なので89円。これ量がすごい多いので89円でこれはかなりコスパいいですね。今日、サカちゃんの突発放送が始まって、今ちょうど始まってるんですけど、それ聞きながら食べようと思ってます。コーラです。108円。今日のセコマ合計は753円。消費税入れて813円です。以上です。2022年5月14日土曜日、今日のセコマです。まずはコーラ108円、いつも通りです。セコマパスタ、ペペロンチーノとナポリタン、それぞれ118円です、いつも通り。セコマの小粒納豆100円が会員カード割引でマイナス31円、69円です。3パック入ってます。セコマのひねり揚げ91円、会員カード割引でマイナス2円、89円でした。二つ同時です。山わさびハムきゅうりサンド245円、山わさび塩ラーメンが、99円。この山わさびシリーズがセコマブランドで展開されていて、最近ツイッターで知った白丸最北日記っていうのをハマってて、すごいずっと読んでるんですけど、それ。その方がツイッターの漫画でセコマの山わさびシリーズをなんか紹介していて、気になったので買ってみました。店舗の棚のところに催涙兵器ってちゃんと書いてありました。次はチョココーヒービスケット、チョコチップクッキー、チョコビスケット、それぞれ全部131円なんですけど、セコマの会員カード割引で全部マイナス41円、全部90円です。数日分のお菓子です。合計が1116円、消費税込みで1205円です。今日のセコマは以上です。さよなら。しまわないと。冷蔵庫に。